AKB48 の渡辺さんが、はい、まあ、芸能界引退を発表ということで、いきなり引退ですよね。びっくりしましたね。卒業じゃなくてね、引退ですもんね。何があったんだろうと。まあ、渡辺さんね、 AKB48、まあ、総選挙でも1位になったりとかして、まあ、顔として活躍して、まあ、卒業後は女優さんとしてね、いろいろ、まあ、ミュージカルやったりドラマやったりっていうところで、まあ、沢尻エリカさんと大奥とかでね、ちょっと、ああ出てましたね、うん、で、あの、まあ、朝ドラでね、そうですね、最近だと朝ドラも夏空で、夏空、まあ、朝ドラでも結構演技がね、いわゆる評価されて、うん、これからっていう時だったような感じもするんですけど、まあ、あまりもともとストイックでね、いわゆるアイドル時代も王道アイドル路線を、うん、そうですね、まあ、貫いて、もちろんスキャンダルもないし、うん、まあ、本当ファン思いというか、うん、まあでももともとね、アイドル時代は、まあ、恋愛禁止で、まあ、一度もなかったのかな、記憶。ないじゃないですかね、なんか全然、多分写真誌に撮られたこともないですもんね。渡辺真由さん ぐらいって言ったら失礼かもしれないですけど、が本当にずっと貫いてたイメージですね。まあ、まあ、卒業の時に僕も書いたんですけどね、うん、いわゆる、まあ、そういういわゆるスキャンダル誌、うん、まあ、AKB48 のスキャンダルをよくやってる雑誌の人と喋ってた時に、やっぱり渡辺真由さんは、まあ、渡辺、まあ、彼女だけは本当に何にも出てこないって、まあ、お手上げだったっていう話があって、まあ、それがまあ最近いろんなところで報じられてるんですけど、まあ、僕は直接この話を聞いたんですよね。でやっぱ総選挙で1位になったりとか、まあ、神7の一人だったんで、結構、まあ、そういうスキャンダルをちょっと探ろうっていう動きも一時期あったんですけど、神7ですもんね。今神7って言葉をなんか忘れちゃってましたね。もう死後ですかね。神7でしたよ。そう、神7誰かなってやっぱなっちゃいますもんね。神7誰って言えます今。いや、今もう誰がいるのかもちょっと分からない。今あるの神7か。今でも一応渡辺真由さんが後継者っていう、まあ、後継者の一人に指名した小栗有以さんっていうのが、まあ、今一応センターやったりとか、まあ、結構私もね、昔詳しいはずだったんですよ。AKB に関しては詳しいはずだったんですけど、今、とんと分からなくなりました。ね、今、まあ、アイドルグループが増えちゃいましたもんね、もう大人数の。本当に渡辺真由さんに関しては、なんか、惜しいとか残念だとか、そういう声が、うん、応援メッセージが多いですか。多いですね。で、やっぱなんか AKB48 あんまり詳しくないけど、渡辺真由は結構好きだって人も多くて、特に女性の方とかは、なんか、うん、好きだって人が多かったんで、あのイベントの囲み取材が、はいはいはい、そこで答えてたのが、なんか休日なんか何やってるんですかみたいな話で、はい、まあ、音楽とか聞いてますみたいな、どんなの聞くんですかっていう質問に対して、まあ、ミッシェルバンエレファントとか聞いてます。へえ、なんかイメージと全然違う。イメージと全然違うんですよね。なんかもっとアイドルとか可愛いポップなやつ聞いてるのかなと思ったら、まあガレージロックっていうか、まあパンクに近いような、あのロックバンドで、もう今解散しちゃったんですけども、はい、すごい激しめのものを聴いていたので、すごいびっくりして、で、まあ、時間的にちょっとそれ以上聴けなかったみたいなあれなんですけど、なんか普通はそういうのってなんかお兄ちゃんの影響とか彼氏の影響とかなのかなとか思ってたんですけども、ひょっとしたらいたのかもしれません、ね、その時いたのかもしれないですね。まあね、なかなかもうでも復帰っていうのはないんですかね。どうなんですか、ね、いや、わかんないですけどね。芸能界の引退は本当の引退じゃないっていうよく言われてるじゃないですか。あとプロレスラーそ、ね、そう、引退だそれは一部のね、一部の選手だと思いますけど、あの人ね、あの本当ね、電撃ね。で、まあでもね、休業だったらわかるんですけど、やっぱ引退でもね、引退って言って今まででも戻ってきてる人もいるでしょ。ああ、そうですか。それキャンディーズもそうだし、キャンディーズとしては戻ってきませんけども、はいはいはい、ね、あの、そうじゃないですか、うん、引退しますって言って。だから、わかんないですけどね、あの、一回脚光を浴びちゃうと、どうしてももう一度っていうこともありますし、だから戻ってきても、でも別にね、歓迎しますしね、引退して。ファンはいっぱいいらっしゃるね。なんかだから結構健康面がちょっと、ね、あんまりよろしくないみたいな報道もあるんでね、発表もありますからね、まあ、ちょっととりあえず元気になっていただきたいっていうところなんですけどね。